地震調査委員会による分類の地図。暴走沖の位置。暴走沖地震とは、日本の千葉県の暴走半島東方沖、太平洋の地下を震源とする地震の総称。暴走半島の東方沖は北アメリカプレートと太平洋プレートの境界域である日本海溝の南端部にあたる。この地域では、日本海溝付近を震源とする海溝型地震。 北アメリカプレート内部における大陸プレート内地震、太平洋プレート内部における海洋プレート内地震が発生する可能性がある。また、この付近では北米プレートに対してフィリピン海プレートも沈み込んでいるため、フィリピン海プレート内部におけるスラブ内地震が発生する可能性もある。なお、暴走半島の九十九里浜付近や銚子市付近を 震源とする千葉県東方沖地震や、相模トラフに起因する房総半島港沖の地震とは、発生地域が異なり区別される。2012年5月、産業技術総合研究所によれば、発生間隔は約400年とする研究結果が報道された。1605年2月3日にマグニチュード8前後の慶長地震が発生した。震源については、諸説あり、 大森房さ地は、暴走を起きとしているが、今村昭恒は、東海、南海道を起きとしている。地震動による被害は少なく、津波による被害の記録が多く残る。1677年11月4日に発生した地震。地震の規模は M8.0。遠方地震とも呼ばれる。揺れは顕著でなかったが、千葉県、茨城県、福島県の沿岸部に大津波が襲来した。 被害は、竜、海八1893件、死者数569人とされるほか、陸前、紀、八丈島、青ヶ島にも津波記録が残っている。今村秋常の研究によれば、新王は、岩木沖の統計141.5度北緯36.6度付近、しているが、武者近吉は、統計141.7度北緯37.0度付近としている。 1909年3月13日の8時19分に M6.5、23時29分に M7.5 の地震が発生した。1953年11月26日2時49分に発生した地震。震源の位置は北緯34度9分24秒、統計141度24分12秒、規模は M7.4、MW7.9。 城市付近で2から3メートルの津波を観測。この地震では初めて津波警報が発表された。この地震に先行し、茨城県南西部から千葉県中部にかけての地域では地震活動の低下が生じ、震源の周辺でも5年前の1948年頃から地震活動の低下が生じていた。地震調査研究推進本部はこの地震は、 プレート内の正断層型の地震としている。1984年9月19日2時3分頃、房総半島南東、約200キロメートル沖合の海溝三重て付近で発生した M6.6 の地震。南関東を中心に広範囲で有感となり、立山、三宅島、八丈島で震度4を観測した。2011年3月11日に、三陸沖で、 東北地方太平洋沖地震が発生した。この大地震の震源から南北へ連鎖的に近くの破壊が進んでいったが、北アメリカプレートの下に沈み込んだフィリピン海プレートの北東端が地殻破壊の南下を食い止め、暴走沖の北隣の茨城県沖で止まった。日本政府の地震調査委員会は同年4月11日の会合で暴走沖等の海域でも M7 から M8 程度の地震が誘発される可能性があるとの見解を示した。ありがとうございます。